第80期順位戦 B 級1組は、1月13日に、東西の将棋会館で、11回戦6局が、一斉に行われ、ここまで、8勝1敗と A 級昇級レースのトップを走る藤井聡太竜王は、3番手で、7勝3敗の千田翔太七段と対戦されました。先手となった藤井竜王は、得意の相掛かりで陣形を整えます。千田七段は、序盤から積極的に攻めを敢行、自玉の安全路を確保してからの総攻撃。桂馬を犠牲にして、竜王の懐にレッツドンです。千田七段が狙うは、中央突破、細い攻めで自信がなかったと、千田七段は感想戦で言われていましたが、これが、なんと藤井城で大爆発。城内の火消し対応に長考する藤井竜王。その姿を見て、千田七段は、あ、竜王に刺さった。と手応えを感じたようです。そこから、千田七段は、執拗に藤井竜王をいじめ始めます。現実世界でいじめはダメですが、将棋の世界はいじめが推奨されていますので、千田七段のしていることはセーフです。両者持ち時間は、千田七段は1時間25分、藤井竜王は26分、1時間近くの差がついていました。盤面は有利、時間はたくさんある、千田七段チャンス到来やな。かなり千田七段が勝ちやすくなっていましたが、そこで、一番の難所が登場しました。それが、千田七段の飛車の成り捨てです。有利に立った千田七段が、この先、勝利の道を進むには、自分の飛車を成り捨てなければいけません。しかし相手は、藤井竜王です。自分の飛車を捨てて、藤井竜王に飛車を渡すなんて、例えるなら、鬼に金棒を渡してあげるようなものです。この決断に迷った千田七段は、長考します。有利になると、それを維持しようと手放したくない気持ちが働き、慎重になり、手が伸びにくくなるからな。しかも、最善手が飛車を手放す飛車切りだなんて。竜王相手に飛車切りなんて、読めててもなかなかできんわな。自分の読みでは飛車切りだと分かっていても、もし、読み間違いや、読み抜けがあれば速攻逆転されるプレッシャー。読みが見えていても、なかなか、飛車の切り捨ては、竜王相手にできるものではありませんでした。しかし、自分の読みを信じて力強い手で、千田七段、飛車の成り捨てを決行。しかも、藤井竜王が離席中に行った離席指しです。時間が少ない藤井竜王の持ち時間を、さらに削り取る離席指しか、千田七段全力投球やな。ピンチに追いやられた藤井竜王は、千田七段からの猛烈な攻めを食らいながらも、千田陣地に、歩の手裏剣を2発打ち込みます。しかし、依然として形勢不利な藤井竜王を、先手番で、しかも得意な相掛かりで、この展開を、一体誰が想像できたでしょうか。いつ詰んでもおかしくない中、藤井竜王、怒涛の粘りを見せます。簡単には決めさせない、どんなに追い込まれても諦めない精神力は、人生何周目の人ですかと問いたくなるほどの忍耐力です。秒読みの中で最善手を探し続ける二人のいつ終わるのかもわからない深夜の攻防戦は、先に戦った王将戦の一戦を上書きするほどの熱戦でした。しかし、千田七段は、秒読みの中、冷静に攻守を対応し、ついに、藤井竜王に勝利を決め切りました。大熱戦だったな。両者お疲れ様でした。藤井竜王も大変だな。2日制のタイトル戦の後、コスプレして記念撮影をして、中2日で順位戦だもんな。さすがの19歳でも疲れも出るし、研究時間も取れなかっただろう。あと千田七段は強かった。藤井竜王のプレッシャーに負けず、自分の読みを信じ抜いた結果の勝利。いい棋士だわ。純粋に強かった感想戦で、千田七段は、細い攻めで自信はなかったのですが、藤井竜王が長考されていたので、手応えを感じました。終盤はうっかりもあり、混戦になってしまったのですが、なんとか決め切りました。藤井竜王は、昇級に関しては、意識をしていませんでした。内容的にいろいろミスが出てしまったので、星取りは気にせず、次の対局に向けて頑張っていきたいと思います。この解説を務めていた豊川七段は、本局にかける思いが伝わってきました。私は、順位戦でこの前、負けてしまったのですが、これぐらいやらないといけないんだなと、これぐらい粘って戦い抜いて初めて負けなんだなと、同じプロとして恥ずかしい気持ちになりました。わかるわ、この気持ち。簡単に負けを認めてはいけないってことやな。藤井竜王は11手詰めになるまで指し続けたからな。苦しくても勝機が 1% でもある限り戦い続ける。あんだけ攻められて苦しい中指し続けて、終局が夜中の1時、かっこよかったわ。まさに人生の起爆剤になるな。19歳から教えてもらったわ。こんな熱い戦い見せられたら、もう私たちも、私生活や仕事頑張るしかないやろ。これは、もう、王将戦で藤井竜王が使用していたバッグ、桜島バッグの注文が殺到しているようなので、私たちも、今から予約して、藤井グッズで癒されるしかありませんね。そんなに売れとるんか？大河ドラマ西郷どん以来の盛況ぶりだそうです。恐れるべし藤井効果やな。まさに、桜島だけに売り上げが大噴火してるわ。また、さらに強くなった藤井竜王が誕生しますね。この方は、戦うたび、何より負けて、さらに強くなりますから。熱くなってきました鬼の住みかの順位戦編。一体、誰が、A 級の領域に踏み込むのか。B 級の鬼たちが頂を目指して、全力全開で戦っています。頑張っている姿は素晴らしい。頑張っている人は輝いている。かっこよかった。本当に。両者、お疲れ様でした。順位戦の次の対戦相手は、阿久津八段、そして佐々木七段が待っています。ラスボスが控えておりますね。藤井竜王の次の対局は、1月16日、朝日杯で、船江六段戦が待っています。今度は、加古川の井上一門か、体調整えて頑張ってほしいな。こちらも、良い戦いを期待しています。有益な情報を配信するためにも、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。良い将棋ライフをお過ごしください。失礼いたします。